皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はちょっと遅くなってしまったので今更なんですが、私が11月に購入して本当に良かったアイテムを5つご紹介していきます。皆さんが11月に購入して良かったものもまたぜひコメントで教えてください。12月の頭にAmazonブラックフライデーで購入もいろいろしたんですけど、それはちょっとまだまだあんまり使えてないので、また今後の動画の中でご紹介していきたいなと思います。それでは動画スタート。11月に買って良かったもの、まず一つ目がこちらに置いているんですけど、よいしょ、こちら多機能ワイヤレス充電器です。これは私は Q 店というサイトで購入して4676円でした。どうですか、可愛くないですか。これがこれ一つでライトと時計、それからアップローチの充電、 AirPods の充電、スマートフォンの充電ができる充電器なんですよ。で、色は私はこのライトグリーンがすごく可愛いな、韓国っぽい色で可愛いなと思ったんですけど、他にもブラックともう少し深めのグリーンの色味もありました。こちらは本体とケーブルがセットで届きました。アダプターはついていないので、購入していただくかお手持ちのものを利用する必要があるので、そこだけ要注意です。この背面に USB Type-C の差し込み口があるので、そこにケーブルを差し込むと本体の電源が入って利用をし始めることができます。で、この前の平らの部分が iPhone の充電場所になります。ケースをつけたままでも乗せるだけでしっかり充電ができるのが便利です。で、この右側の部品が Apple Watch と AirPods の充電場所です。これも自分でケーブルを用意して設置する必要があるので、これが少しだけ大変でした。中が結構窮屈なので、短めのケーブルを購入された方が使いやすいかもしれません。ここは私はちょっと苦戦しました。でもぴったりはまってよかったなと思います。上の蓋の部分が2種類あって、 USB Type-C 用とライトニングケーブル用が付け替えられるようになっています。私は AirPods の充電に使いたいのでライトニングケーブルを付けました。で、実際に充電してみるとこんな感じですね。台に、設置するだけで給電してしっかり充電してくれます。で、この台の前の部分をタッチすると電気をつけたりとか、この電気の色味を温かい色味からちょっと白めの色味っていう風に変更をすることができます。で、あとこのグレーの部分が、時計を表示させている部分です。本体の横にボタンがついているので、これを押すと時計から日付に変更したりとか、アラーム機能に変更したりできます。で、このグレーの上の部分をタッチすると時計表示の明るさも変更することができます。結構多機能なワイヤレス充電器ってちょっとシンプルなものとか無機質なものが多いんですけど、これはすごい見た目も私可愛いのがすごくお気に入りで、やっぱり横に置いてあるとテンションが上がるアイテムで、しかも多機能でいろんなアイテムをまとめて充電できるので、これはとっても買ってよかったなと思っているアイテムです。一応これもリンクを貼っておくので、よかったら試してみてください。2つ目がこちらです。これはハホニコプロのトルマリンローラーカッサです。これは Amazon で2478円で購入をしました。男女問わず、なんか顔の疲れが気になるなとか肌の調子が悪いなっていう時って、原因はもうむくみとくすみのこの2つにあるそうなんですね。このむくみとかくすみを改善するために大事なのがやっぱりほぐすこと。リンパの流れが悪くなるとむくんでいく、で老廃物がたまるとくすんでいくっていうのがあるので、このリンパをこう効率的にほぐせるアイテムっていうのをちょっと探していて、そんな中で出会ったのがこちらのアイテムです。もう男女問わずぜひ使っていただきたいと思うヒットアイテムなので、ちょっとご紹介させてください。本体はこんな感じで、トルマリンっていうのが配合されている本体に360度回転するボールが7つ配置されているカッサです。これがとにかく柔らかい素材なので、手にフィットしてこうマッサージがしやすいっていうのが特徴です。
まずこの頭のマッサージって結構手だとしづらいと思うんですけど、これをこうやって手につけて、でこう頭の中心からこう後ろの方にこうゴロゴロってやると、結構疲れてると痛いんですけど、すっごいこう気持ちいいですね。あと肩周りですね、デスクワークが続くと、もうこの辺カチコチになっちゃうっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、肩のあたりとかもこうやって手軽にちょっとコロコロすることができるんです。これすっごい気持ちいいんです。ぜひやってみてほしいです。これだけで本当にこう肩周りがちょっとすっきりするのでおすすめです。なんかマッサージ機って電気を使うものも多いんですけど、これは電気を使わないし、手のひらサイズなので、いつでもどこでも持ち歩けるっていうのも嬉しいポイントですね。私はお気に入りのイソップの巾着に入れて毎日持ち歩いています。でデスクワークで体が凝り固まってきたなっていう時に、カバンから出してですね、でこう頭とか肩をコロコロして、こうちょっとリフレッシュをするっていう感じで使っています。であとは服の上からも手軽に使えるので、こうちょっと寝る前にこう軽く全身をコロコロしておく、足とか足の裏、膝の裏とかも結構リンパ、の老廃物が溜まりやすいので、そのあたりとか、お尻のあたりとか、ウエストの裏側というか背中の方とか。お値段も2478円ってすごいお手頃なので、最近疲れが止まってるなっていう方は本当にちょっとおすすめなので、ぜひ使ってみてください。続いてがこちらですね。かわいい。これがマッチのように使えるお香です。これは私はインスタグラムで見かけて購入をしました。お気に入りすぎてボイシーでも紹介したんですけど、毎日の忙しい時間の中に少し癒しの時間を作ることができるので、とっても気に入っているアイテムです。こちらは老舗のマッチメーカーの神戸マッチさんと、淡路島の老舗メーカーさんのお香の2つの伝統が出会って、なんと3年かけて開発された商品だそうです。この小さな箱を開けるとお香のスティックが入っています。マッチのようなフォルムなんですが、これの黒い部分がお香になっていて、ここに天然のハーブオイルが使用されているそうです。でもう一つの黒い円形のスポンジのようなものがお香の受け皿なんですね。こちらが日々専用の燃焼マット。見た目がスポンジみたいなのでちょっと心配になるんですけど、不燃性なので燃える心配はありません。このマッチのようなお香をこの箱の横にですね、マッチの火をつける部分があるので、ここでシュッとして、で火が消えてからマットの上に置くだけです。この火を無理やり消さないで火が消えるのを待つっていうのが、一番いい香りを楽しむために大事だそうです。でマットの上に置くだけで、これで10分間香りを楽しむことができます。こう私もリラックスしたいなっていう時とか、ちょっと気持ちを落ち着かせないなっていう時に、その自分をまとう香りっていうのは、そのすごくその時間を作るために大事だなって思っているんですけど、で以前はこうお香を試してたこともあったんですが、ちょっと受け皿をしっかり用意したりとか、あとはライターも用意して火をつけなきゃいけなかったりとか、その受け皿のゴミをまた捨ててみたいなのとかが結構めんどくさくなっちゃって、あんまりこう使わない、長く使ってないものが多かったんですよね。ちょっと飽き性なのもあって、日々はこの箱一つさえあればもうその場でお香が楽しめるので、その手軽さがズボラな私にとってはすごくぴったりのアイテムだなと思っています。今は朝ボイシーを収録する時とか、あと在宅勤務中でちょっと集中したい時とか、それから夜寝る前にちょっと読書する時とかなんかに使っています。こちらがですね、8本入ってて、この燃焼マットもついてて715円で、燃焼マットは何回も繰り返し使えるので、買い足したい時はお香の部分だけっていうのが660円で購入できます。結構値段も手頃なので、何個か組み合わせてギフトとしてお友達に送ったり家族に送ったりするのにもおすすめです。私はこれ楽天で11種類の中から4種類の好きな香りを楽しめるものを購入しました。なのでこれもリンクは貼っておくので、よかったらぜひ見てみてください。続いてがこちらのですね、靴下なんですけど、まるでこたつソックスという靴下です。最近やっぱりとにかく寒くなってきて、仕事中とかお家で過ごす時間の冷えっていうのが気になって、いろいろ
温活アイテムを探していたんですけど、そんな時に妹に教えてもらってこれは知りました。なんか SNS で結構人気があって、今在庫切れになってるアイテムもあるくらい話題のソックスみたいなんですよ。こちらはとにかくあったかいを実現するために作られた靴下で、まるでこたつソックスっていう名前の通り、こたつの中に入ってるかのように体を温めてくれます。足首とか手首とか首などその首がつく部分って血液がこう集中して流れているので、逆にその部分が冷えると冷たい血液が体の中に流れてしまって全身の冷えにつながってしまうらしいんですよ。でこの靴下は独自の編み方によって、この足首の部分だけ生地がちょっとキュッとしているんですよね。足首から指4本分ぐらい上に行ったところにある三陰交っていうツボをこの温熱刺激によって温めて冷えから足を守るっていう独自の構造になっているらしいです。で靴下だけではなくってレッグウォーマーのタイプもあるんですよね。で私はレッグウォーマーのタイプがすごくおすすめで、レッグウォーマーだったら足先が解放できるので靴下の締め付け感が気になるなっていう方にもおすすめですね。レッグウォーマータイプだったらストッキングの上からでも履けるので、職場に一つ常備しておいて仕事の最中も体を温めるっていうことができるので、私はこのレッグウォーマータイプすごくおすすめです。あとは寝る時用のスーッとお休みぬくもりソックスっていうのも買ってみました。これは膝上まで温めてくれるタイプなので、寝る時に体が冷えるのが気になるっていう方にもおすすめですね。でこういう靴下って私ちょっと締め付けが強かったりすると履くのがめんどくさくなってしまったり、履いてる時にちょっと窮屈になってしまうんですけど、これ本当に生地がもうふわふわもこもこで気持ちいいので、ぜひ一つ試してみていただきたいです。女性用も男性用も展開があるので、これもリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。続いてがこちら、じゃーん、これが基礎のシートマスクです。可愛いですよね、このデザインが。私はもうこのシートマスク大好きで、朝も夜もシートマスクをしているんですけど、これはお肌が綺麗な美容師さんがすごいいいですよって紹介されて使ってみたら本当に良かったので、ちょっとご紹介したいなと思います。このシートマスクの何がいいかっていうと、これ全部ですね、美容成分っていうのがものによって違うんですね。こんな感じで10種類ある美容成分の中から自分のお肌に合ったものをチョイスすることができるんです。で、すごく高保湿なパックなんですけど、これが1枚あたり約80円っていうコスパの高さもお気に入りのポイントです。私は楽天で30枚セットを購入したんですけど、30枚で2480円でした。で、6種類の成分が選べて1種類が5枚ずつ小分けになって届くというようなアイテムです。で、お気に入りがこちらのヒト幹細胞培養液というものです。これお肌のターンオーバーを促進して様々な悩みにオールマイティでアプローチしてくれる美容成分なんですよね。で、開けてみるとこんな感じでしっかりこうフィルムがついています。で、シート自体はちょっと薄めではあるんですけど、たっぷり美容液が含まれているのでしっかり顔全体にフィットしてくれます。で、残った美容液はもったいないので首の保湿とかにも使えます。まあ、それぐらい美容液がたっぷり入っています。で、10分くらい放置して剥がしてみるとお肌がもうめちゃくちゃもちもちになるんですよ。で、まあ、このパックを使い始めてからお肌の調子が本当に良くなったので、また30枚なくなりそうなので買い足して引き続き使おうかなというふうに思っています。で、10種類もあるとどれを選んだらいいか分からなくなってしまうんですけど、この基礎化粧品研究所さんのインスタグラムにですね、それぞれの成分がどんなお悩みを持っている方におすすめかっていうのが書いてあるんですね。なのでそれを見て自分のお悩みに合ったものを選んでいただくのがおすすめです。私はこのさっきのこのヒト幹細胞培養液っていうのと、あとはこのハイドロキノンですね。ちょっと夏までにお肌を白くしたいので美白成分がたっぷりのものも気に入っています。
はい、以上私が11月に購入してよかったアイテムをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今回はちょっとガジェット系というより自分の心身ともに整えるみたいなアイテムが多かったんですけど、まあ、ちょっと12月でそろそろ年末に差し掛かってくるということなので、自分の体もいたわりつつ今年最後まで駆け抜けたいなというふうに思っています。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんからのコメント、高評価、チャンネル登録、本当にいつも励みになっています。ありがとうございます。私が買ってよかったものはこちらの再生リストにもまとめているので、またお時間があるときによかったら見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。